はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第37弾の後半ですね、後編やっていきます。丸3番の解説となります。丸1、丸2の解説はこちらの概要欄もしくはこの動画の一番最後にリンク貼ってありますので、そちらから見てみてください。では早速ね、画面下げて始めていきましょう。と、画面下げますね。よっ、ほっ、もうちょい、よし、じゃあ行きましょう。で、図がですね、ちょっと簡単にしてあります。関数のこの二次関数の部分とか関係ないんでね、ちょっと使うとこだけ抜粋した感じになるんですが、今回3番でやりたいことはですね、ここがまあ G になってます。AF と BD の交点ですね。で、三角形 AGB。ちょっと塗っておきましょうか。ここです。この面積と、DFG なんで、FG、 ここの面積の比を最も簡単な整数の比で表しなさいという問題ですね。で、最初にこれちょっと平行っぽくないですか、こことここ。平行だったらこの2つ相似になるんで、あ、場所の1箇所相似比分かれば面積比出せるじゃんと思ったら、平行じゃないんですよ。こいつの傾き1なんですけど、こっちの傾き1になってないんで、それ使えないと。で、一応解いた方法としては二つ解いたんですね、自分で。面積を出しに行くやり方と、比で勝負するやり方、両方解いたんですけど、一応面積の方で、一応ね、今までこう三角形の面積の解き方とかいっぱいやってきたんで、ちょっと泥臭い解き方にはなるんですけど、そちらで紹介していきます。で、まず赤と青の三角形の面積をもろにも出しに行ったの、値を。で、赤から出しに行くんですが、これですね、よく軸で切れと。いう話をしてて、こう軸で切るじゃないですか、 Y 軸で切って三角形と三角形になってたらいいんですけど、こちら右側がね、三角形になってないんですよ。だからそれがうまく使えないと。じゃあどうしようかなって考えた時に、自分がやった方法はね、この大きな三角形 ADB ね、からこの部分 AGD か、ここを引き算してあげれば、あの上の赤出せるじゃんって思ったんですよ。大きいのから黒引いてやれば。で、赤の大きいやつは、ここの三角と Y 軸で切れば、左も右も三角形になりますよね。あ、出せる出せるって。黒の部分も、ここで切ってあげれば、左と右三角形になるんだ。出せる出せると思って、じゃあこれでやってみようっていうふうにやりました。じゃまずこっちからいきます。で、三角形、じゃあ大きいの5か。ADB ですね。でかい三角形ね。で、ここでまず大事なのは、底辺はここです。ここ。軸を底辺にするからね。で、上が6、座標が。下がマイナス7。で、これやるときは、そのね、縦の、Y 軸みたいな縦の長さを出すときは、上の Y 座標から下の Y 座標を引いてください。つまり、6引くマイナス7をするから13です。ここの長さ。あ、もちろんここが6で、この長さが7だから足して13でも全然構わないんだけど、つまり底辺13かけるでね、今この三角形出すときにちょっと書きましょうか。こうやって切るんですよね。で、ここが13なんで、左の三角形と右の三角形で、まあ各々出してて、もちろん構わないです。ずっとそうやって紹介してきてるんですけど、まあこのレベルに今挑戦してる方は、そこそこ数学が得意というか、得点源にしなきゃいけない方が多いと思うので、時間短縮の技をまあね、やってる方多いと思うんですが、使っていきます。これ、左も右も、底辺13で共通じゃないですか。そういう時、しかも、左も右も三角形の時ね。左も右も三角形だったら、ここ、左を出して、右を出してをするんじゃなくて、左の三角形の高さ、ここなので、この座標、マイナス3の3だから、高さ3です。3ね。で、右の三角形、赤、ここの高さここなんで、6の12だから高さ6なんですよ。左の三角形の高さが3で、右が6、それを足してください。3足す6、高さを足しちゃうの。で、かける2分の1っていう。これをすることによって、左と右まとめて三角形出せます、面積。一気に出せる、これで。で、やると、ここ9なんで、もう約分できるのないからね。2分の、9、1が9だから117か。これが大きい三角形ね。まあこれ書いてもあれかな、わかんないけど。まあ一応書いてみましょう。大きいやつです。じゃあ、引きたい黒のやつを出したい。三角形 ADG ですね。
で、こいつを出したいんですけど、その前に準備があって、これを出すためには、底辺ここなんですよね。ってことは、この座標が必要になる。で、左の高さはいいんですけど、右の高さは G の座標なので、G の座標も必要だと。あ、出さなきゃいけねえと。で、まず、この Y 軸、あの Y 軸の切片か。ここを出すためには、この直線、AF ね。直線を出すことによって、切片を出せるから、じゃあ AF 出しに行こうってことで出しました。ここで、まず、AF ですね。まあ、マイナス3の3と6の0分かってるんで、2つね、代入して、y イコール x プラス p に代入して、連立でもいいんですけど、まあ、この場合はね、分数ないからさ、右に、9進んで3下がってるんだよね。こっからこの座標行くのに。9行って3下がってるから、9行って3下がってる。これ傾きです。だから、y イコールマイナス3分の 1x まですぐ出せます。あと、プラス b、切片が分からない。で、これに関しては、まあ、どっちでもいいんだけど、代入すればいい。これ、代入しようか。6の0。6と0代入すると、0イコール、約分してマイナス2プラス b だから、b イコール2になる。つまり、af に関しては、直線の式がこうなりますと。で、こうなったから、ここの座標ね。ここが2ってことが分かります。まあ、0の2だけどね、本当はね。切片だから。で、もう一個は g です。こいつの座標が必要。ここ。で、G は、AF、今出したこの直線と、BD の交点なんですよね。だから、BD も出しに行きます。これもね、出しに行きましょうと。で、BD は、切片マイナスなんで分かってるので、Y イコール、ほにゃらら X マイナスならは先に分かります。切片だから。で、ここが、6行って19上がってるんですよ。6行って19ね。だから、6行って、で、19上がってるから、これが傾きになる。つまり、6分の 19x マイナス7っていうね。で、これを連立しました。連立。で、これはですね、もう、分数のまま行くの嫌な方多いと思うんですけど、もう、揃えていくのもめんどくさいなと思って、このまま攻めました、自分は。だから、どっちがいいかな。このまま行こうか。だから、このまま引き算しに行ったの。まあ、これが正しいかとかちょっとわかんないんだけど、まあ、いけるかなと思って。y 消えるから0でしょ。で、問題ここなんだよね。で、マイナス3分の1、引く6分の19になる。引き算すると。で、これ6に揃えたいから6分の2になるでしょ。だから、マイナス6分の 21x になる。ここが。で、ここが引き算するとプラス9なのね。で、これ移行して、約分しながら移行すると、2分の 7x イコール9になる。で、両辺7分の2で割れば、かければ、こうなって消えるから、7分の18なの、x が。7分の18。で、正直、ここまででもいいの。y 座標出さなくても。自分の解き方だったら。なぜかっていうと、今使いたいのはここなのね。g の x 座標が分かれば、7分の18のほにゃららだから、高さの部分分かるんだよね。だから、いいんだけど、本当は。まあ、一応気持ち悪いんだよ。出します。説明上ね。で、どっちかに入れるのもね、嫌なんだけどさ、ここ入れると、ちょっともう喉が、もうこれ NG 出しすぎてもうさ、よいしょ、18プラス2入れると、これが6だからマイナス7分の6、7分の14ですね。だから、おい、7分の8か。こうなります。座標としてはね。ちょっとこれは消させてもらいます。ってことで、まあね、いろいろ脱線しましたが、結局はその黒のところの三角形を出したいので、まず底辺。ここね。上が2、下がマイナス7だから、上から下引いて9。つまり、底辺9かける、左も右も底辺同じで、両方三角形だから高さ足せるんで、まず左側の三角形は高さ同じここです。だからマイナス3というか3だね。3。プラス、右の三角形の高さは7分の18。で、三角形だからかける2分の1をしてください。で、こうか。7分の、ちょっと待ってね。7分の、21だから39かける9かける2分の1。だから、14分の、草21、351か。ここ間違ったらしゃべらないもんね。草27か8、合ってるか。大丈夫かな。はい、となりました。ってことで、まず赤出したかった方ね。三角形 ABG か。
出題に合わせようか。ABG で合ってるかな。AGB だし。くそー。AGB は赤の大きいのから黒を引きたいので上から下を引きます。で、結局、揃えなきゃなんで、通分すれば7かけるんだよね。そうすると、7、7、49、1の819引く。おいおいおい。こうなりましたと。で、14分の、468。で、あえて約分しないでおきます、このまんま。さあ、ここまで合ってんのかな？大丈夫かな？じゃあ、青いきましょう。で、青に関しては、ここ。で、切れるんですよ。切れる。で、最初やった時は、これ同じように、大きな三角形、青もね、大きなのから黒引けばいいやって、黒出してるしって思ったんだけど、まあ、ここで切っちゃってもいいかなと。上と下に分けてね。で、やっていくと、ここの座標、出したらさ、出してなかったらちょっと使えないんですけど、で、やろうかなと思ったんですが、そのためにはね、ここが必要になると。ここの座標が。で、どっちが分かりやすいかな。まあ、切るか。説明ね、ここの座標出せるしね。で、この出し方は、まず Y 軸じゃないや、X 軸に乗ってるんで、Y 座標は0になります。で、ここは、この直線ですよね。BD、こいつです。こいつの Y が0なんで、ここに0代入します。0イコール6分の 19X マイナス7と。で、そうすると、X イコール19分の42っていうね、もうさ、っていう感じになるわけだわ。こうなると。で、ここの底辺の出し方、さっき、まっすぐ縦、Y 軸っていうのは上の Y 座標から下の Y 座標を引くんですよ。6引くマイナス7みたいな感じで。X 軸みたいに、まっすぐ横の線は、右の X 座標から左の X 座標を引くの。つまり、右から左を引くの。ここ。で、6引く19分の42。こう。で、6を19分、通分すると、114か。待ってっか。で、19分の、2の7か、72となります。つまり、ここの底辺の長さは19分の72なんです。で、三角形、こっちも合わせようか。なんだ、DFG か。DFG ね。で、底辺が19分の72、ここです。で、これも底辺共通で、上と下が両方三角形なんで、一気に高さ足しに行きます。まず、ここの高さ、ここね。これは G の座標が7分の18の7分の8だから、7分の8、ここね。足す、こっち、下の三角形の高さはここです、ここ。つまり、マイナス7ね、長さは。だから、7。で、かける2分の1とこうなる。で、この部分、中足すと、7分の49なんで、じゃ、書くか。19分の72かける、7分の57か。で、かける2分の1。これ19で割れるのか。3。で、36。あー、でも待って。これあれだね。どうせ上と比べたいから14で揃えたいから、あえて約分しないでいこう。こう14に取っとこうか。こうやってね。取っといて、72と3が残ったから、6の216か。こうなりました。これで出したかった、この赤のここの面積こいつ。青の面積こいつ出せましたと。2つね、こことここ。で、結局その簡単な比にしたいんですよ。今、比で書いちゃうと、14分の468対14分の216ってこうなってるからね。で、これを簡単にしていきます。で、まず当然ね、14でかけて、468対、216と。これ黒、まあ、いいか黒で。こうなる。で、割ってくっかね。ちょ、地道でいい？読んでいいかな？読んでいくと、117対、30、じゃ4って言ったよ。7じゃねえよ。4だわ。だから、54か。いくつだ？3でいくの。地道だな、俺。3でいくと、3ランクが9で、27だから、39対、1が3で、18。もう一回3。だから9できたのか。3でいくと、13対6と、なって、これで終了となります。ああ、長い。
まあ、もう一個のね、火を使った解き方の方が、番手的には簡単なんですけど、まあ、どうやってタイプ分かれるのかな、まあ、自分がいろんな、今まで見てきた生徒を想像すると、こっちの方がとっつきやすいかなと思って、紹介させてもらいました。もっとね、もっとそんなに簡単なのあるよって方は、ぜひコメント欄の方に書いてもらえたらと思います。では、今回はね、高校受験対策の関数シリーズ第37弾の丸三番のね、解き方をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。